お客さんの心が入りましたね、今ね。すごかったわ。これ、末永雅夫、あの先行上等逃げ切りが今、できませんでしたね。確かにね。さあ、それでは入れ替えの2本目、今度は末永雅夫が後追いで飛び込んでくるというところで 5.5 取れるかどうか。さあ、これで今回のファイナル転倒に決まります。審査員の方々決定というところでよろしいでしょうか。はい、はい、ですね。はい、というところでどうやらキックオフドリフト、このクイックエイト駆け足で行ってまいりました。この戦いどうやら勝負はつきました。皆さんの前でこの優勝者の発表させていただきたいと思います。それと同時にフィナーレというところで最後を締めていきたいと思います。